ゾイデル海美術館展示のカゴ職人中世風のカゴを作るカゴ職人カゴ職人とは竹の小枝や若枝で編んだカゴを製造、修理する職人である。ドイツでは現在、熟練したカゴ職人は新たなカゴ網工芸のギルドに所属している。カゴ職人の老人初期のカゴ職人はカゴの行商も行っていた。産業革命により銅線やプラスチック製のパイプで作ったカゴが 農業や商業、日用品で必要になった。カゴ網はドイツ北部の伝統工芸になった。しかし農村部の人々はカゴを自分で作成することができなかったので、行商のカゴ職人や竹細工工芸職人からカゴを購入していた。こうした監修は中央ヨーロッパではシンティロマジンやイエニシェで頻繁に見られた。農村部が徐々に消滅して需要がつきた時から、 籠職人の新たな時代が幕開けた。自然には無料で補給できる原材料が存在していた。巨大な牧草地の小川や河川には水に浸された柳の切れ端の棒が豊富にあり、籠職人にとっては格好の原産地となったのである。今日では多くの籠職人が加護を生産し、自分の作品を知ってもらうために製品を市場で販売している。 バーステン・ビンダーに見られるように、加護職人は盲人の初期の古典的な専門職であったが、タクティルアルファベットの発明とともに、盲人の職としての加護職人は廃れていった。ありがとうございます。